谷さん、この度は金メダルおめでとうございます。本当に僕自身も嬉しいです。まさか金メダル取るとはね、全く思ってなかったし、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。試合の方も VTR で拝見しました。試合の方も完全に勝ってましたね。本当に嬉しいです。相手もフィリピンの選手で強い選手だったんですけど、すごい勇敢に行ってくれて、勝ってました。ストレートがだいぶ当たってました。僕とエディ先生の漫画を小学生の頃に何回も読んでくれたそうで、ありがとうございます。これからますますね、厳しい世界になると思うんですけど、もっともっとも頑張って、これからもっともっと強くなって、より一層強い選手になってください。おめでとうございました。これからもよろしくお願いします。それとまた大阪来たら牛も僕が連れてご馳走しますんで、一緒に食べに行きましょうね。本日はおめでとうございました。